ローレル人ウ毛は人ウ毛科に属する皮脂植物の低木。英語ではスパージローレルと呼ばれる。スパージは東大草属の胃で、ローレルは月桂樹の胃。直訳すると東大草属の月桂樹となる。ちなみに東大草属は筋トラの重く、月桂樹はクスの木目に属し、青い目に属するローレル人ウ毛とは関連性は低い。この他にも、 ダフネローレル、ローレルリーダフネ、オリースパージ、ウッドローレル、コプスローレルと呼ばれることもある。ヨーロッパの大部分に自生し、現在では、アルジェリアやモロッコ、アゾレス諸島へと生息域を広げている。西洋西割とともに、グレートブリテン島を原産とし、双方ともアルカリ性土壌に対して強い適応性があるため、石灰岩地質の場所でよく見られるが、ローレル人長下については、 粘土質土壌でも生育する。しかしながら、西洋に縛りと異なり、ローレル人長下は、常緑植物であり、黄緑色の花を、早春の頃に咲かせ、万夏の頃に黒い実をつける。これらの花と実は、青カーラヒワなどの鳥には無毒である一方で、人間に対して強い毒性を持つ。花、果実の実ならず、前奏にわたって、猛毒を持つ。毒の、主な成分は、 ダフネトキシンとメゼレーンであり、樹液が皮膚に触れると深刻な発疹の原因となる。そして、内服すると、腎臓や循環器系、中枢神経系に、甚大な損傷を与える。ローレル人腸下は、成長すると高さ0.5メートルから1メートル程度に、育つ。この低木の性質として、直立もしくは傾斜して生育する。樹皮は薄く、 成熟すると、後範色となるが、未成熟の段階では、茎は緑色である。五星の葉は、通常、短い先端では、密にまとまっているが、枝全体を覆っている。この葉は、等皮張り形から等卵等皮張り形であり、長さ2から1 3トルで、幅1から3センチメートル程度の大きさである。葉の表面は滑らかで、光沢のある、深緑色をしている。 葉の裏側はそれより、幾分薄い緑色である。幹の部分に密集して咲く、目立たない黄緑色の花は、通常は葉に隠れてしまう。強い匂いを放つ場合もあるが、全く匂いを放たない場合もある。自生違いでは、ローレル人蝶毛は、危険な外来種となる可能性がある。日向、日陰に関係なく生育するため、典型的な森の仮葬に適合しやすく、 急速に群落を形成することが可能である。ローレル人長下は、種子による繁殖の他に株分けによる繁殖も可能である。そして、単型の植物症を形成し、在来の植生を排除してしまう。そのため、ワシントン州では、クラス B の有害植物に指定されている。小さな個体であれば、手で引き抜く除去が有効であるが、大きくなりすぎたり、 小さすぎる場合は掘り返して除去しなければならない。この際には、ローレル人長下に直接触れることのないよう、手袋などの装備を行ってから駆除する必要がある。地球上の植物の中でもトップクラスの強力な毒を持っている植物として知られている。ありがとうございます。